皆さんこんにちは。はい、ご紹介いただきましたタタラと申します。今日はよろしくお願いします。私は今、捜査が紹介していただいた肩書きもあるんですけども、文文カフェっていうですね、こういうなんていうかおしゃべりの場をミーティングをずっとやっていまして、これは震災前から、震災があった2011年2月にスタートしてですね、震災原発事故の前からやっておりまして、なんと17回数えるという結構ロングランの記録になっているんですけども、これは原発や放射能を巡ってみんなが不安に持っていること、非常に持っていることをなんかを自由におしゃべりしよう、おいしいお茶やお菓子を作って、まあ、いるいるでしょうね、そういう話をしようということをやっています。この方、私が最初に、この新聞の切り抜きを使って、その時々のトピックというか、時事問題みたいなものを取り上げて、少し話題というとかしてます。今日もそういうのでいきたいと思いますね。よろしくお願いします。こういう意味では。結構新聞って読んでないんですよね。私の人は取ってないと思います。だけど、私は別に専門家でも何ともなくて、原発や放射能の事故に関して、特殊な知識があるわけではないんですが、新聞をある程度、皆さんに少し丁寧に読んで、それを時系列でちゃんと見ていくと、いろんな価値のこともあるよと思います。で、時事問題ということですけれども、今回やっぱり、最大の原発、福島原発ということで、最大の問題は、汚染水の問題なんですね。でこのことから入りたいと思います。汚染水問題というのは、もうここ数ヶ月、半年ぐらいかな、もうしょっちゅうしょっちゅう毎日のようにどこでトロチウム何百かというどこでトロチウム何百かみたいなのが出てきたら、もうわけわからなくなってて、皆さんとにかく早く起こっていると、尋常ないことが起こっているという感じはするんだけども、実際何が起こっているのかよく分かってない方が結構多いんですね。すごい分かってるって言います。意外と言うと画面ですよね。いろんな情報が錯綜してるから。でなのでその辺をちょっと今日は整理したいと思うんです。で大きく言って汚染水問題っていうのはもう今年の初めぐらいから実は問題、というかもう事故の直後からこれは絶対問題になるってことが分かっていたんですね。毎日毎日水をかけ続けて溶け落ちた炉心を冷やさなければならないわけですから、この水をどう処理するかということは間違いなくいつの日か限界が来るということが見えていたんだけども、まあ当時はそれを先延ばし先延ばしにして作って、でまあ2年ぐらい経ってもういよいよ本当にあふれ返るという状況になっているような問題が出てきました。で、まあ、最初に大きなニュースになったのはこれは4月です。今年の4月の朝日新聞ですけども、全部朝日新聞です。うち朝日なんですか。まずは、地下のね、貯水槽から、貯水プールから汚染水が漏れたということが4月頃問題になったんですよね。なんかもう、そのこともあったなという感じになっちゃってるかもしれませんけど、その辺から顕在化したわけです。で、その汚染水っていうのは、その貯水槽っていうのはどういうものかっていうと、ここにもありますけど、見えますかね。60m×50m、53m×深さ6m、そういうプールが、要するに穴を掘ってある、福井市の敷地の中にね。で、そこにですね、厚さ 1.5 ミリの、ポリエチレンシートを2枚敷いてある。でベントナイトと呼ばれる粘土質の層が 6.4 ミリ、厚さ 1.5 ミリのポリエチレンシートってすごいんですね。要はブルーシートですよね。お花見とかに敷くとか敷くやつですね。まあお花見の時は1枚しか敷きませんけど、一応2枚敷いたと。そこから漏れてこういうわけですね。で、ここにありますけども、東電は慌てて、もうすでに7100億ベクレル漏れたというとんでもない数字が出ましたから、東電は慌てて、6日から隣の貯水槽に汚染水の移送を始めた。完了には3日ほどかかる見通しだと、こういう記事でした。
でだけども同じ日の新聞で汚染水の再発が懸念されるというのは他の貯水と同じ国の政府です。構造ということを言ったものじゃないです。ポリエチレンシート2枚使う。でところがこれ次の日の新聞です。4月8日です。ちょっと日付けちゃったんですけど、ですぐにその移送とした隣も含めて他の貯水槽からも漏れてたということが分かった。で構造に問題か問題ありますね、当然ね。でもうしょうがなくて東電は地下貯水槽は使用せずと、いうことにしました。汚染水は全部地上のタンクに移送するんだ、これを6月初旬までに完了しますと、こういうことに東電はしたんですよね。でここに図がありますけども、その地下貯水槽というのは 1号から7号まで7個穴が取ってあったんですね。でそのうちの1個、2個、3個、4個ぐらいは埋まってた。でそのうちの2個ぐらいから漏れが見つかった。でも同じ構造だから全部ダメ、全部無駄になっちゃって、ほとんどタンクを増設して、移すしかない。でほとんどジャン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 新しいタンクを作れる作れる作れるということにますますなっていく。でまあ、今私たちはこのタンクも問題で大ありだということを知っていますけれどもですね、この時点では分からなくて、タンクは大丈夫だということになっている地上のタンクで、そっちに移って移ってというのが始まったわけですね。でこれが4月、5月段階の話でした。でこれは1つ目の漏れ、汚染水漏れです。貯水槽から漏れます。で2個目の問題は今度は最初は原発の海側の井戸から、非常に高濃度のトリチウムやストロンチウムが見つかった、井戸水からね、ということが大きなニュースになりました。これ6月20日です。6月なんです。で、この井戸っていうのは海からたったの27メートルもうすぐそこを見るんです。で井戸っていうのはつまり地下水のようですよ。地下水、地下水がトリチウムやトロンチウムで汚染されていたということが分かったんです。で、これは大変だっていうんで、いろいろ試験のその周りにもいっぱい井戸を調べていたんだけども、掘った井戸からどん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 汚染されるということになってたんですね。で、東電はこれは事故の時に坑道の方に、海の方に漏れた汚染水が土中に土の中に染み込んで、それが地下水を汚染してるんだというような説明をしました。つまりその2011年3月段階の汚染水、ね、その時にザバッと漏れた、あの時海に、後でも説明しますけど、ものすごいもう尋常じゃないぐらいの汚染水が海に出ましたから、それがあるまでも近くで汚染処理、この辺を汚染処理というふうに説明しました。でところがですよ、この時点ではまだこの時点では東電は汚染水が海に漏れたかどうか確認できないとですねというふうに、海に出ていることは認めてない、ね、海には出てないというふうに東電はまだ言っていました。ただ海中の放射性物質の濃度に変化はなく影響は出てないとしている。東電は周囲の地盤に、遮水効果のある薬剤を入れて海への拡散を防ぐ、そういう対策を講じるというようなニュースでした。この時点ではあまり海には出ていないと言っていたんですが、ですが、次の週6月25日にはもう決定的証拠、海でトリチウム濃度が上がっていると、上昇しているということが分かったんです。海っていうのはここにありますけれども、プーチンはというかどこどこ上の原発はそうですけれども港がついています、ね、その港の港湾の中の水です。すぐ、原発の建屋の水外ですね、その水からプーチンが高濃度で出たということが分かったわけです。これはもう
この時点で普通考えたら決定的ですよね。で原発のすぐ脇の地下水からトリチウムが出て、それが海水カルボンですよ。誰がどう考えても別に専門家じゃなくて海に漏れてるっていう話ですよ。何も検討する余地はないというふうに思うんですけども、東電はこの時点で何と言っているかというと、東電は原因はもう少し調査しないと判断できない、しっかり状況を見極めない、見極めることもない、素人が見たら漏れてるってなってる。もう規制委員会もたまらず指摘しました。汚染水海に拡散の疑い、規制委員会で見たって分かりますという話なんですけども、もうこれは汚染水が海にどんどん拡散しているよということが7月の時点で確実になってきたんですね。6月の下旬ぐらいからこのことが指摘され始めて、海から高濃度のトリチウム、トロンチウムが出始めて、そのことが確実になってきた。どんどん、それ6月30日の記事、海側の別の色からも出てくる検出、ストロンチウムが出たですね。それからこれは、井戸の地下水汚染濃度上昇、1リットル当たり60万ベクレルのトリチウム、が出たということですから、誰がどう見ても海に出ているということなんですが、この時点でも東電は認めないんです。海に出ているとは言わない。もう新聞記事は汚染水がどこから出ているんだという段階になるんですね。これはおそらく、実は原発建屋っていうのは海とつながってるんですね。タービン建屋が、原発建屋があってタービン建屋があって、そこは地下で、地中、土中、水中っていうかね、地下で海とつながってるんです。ですからそこから漏れてるだろうということは容易に想像がつく。行動から漏れてるのって立てならなくなってますけど、漏れてなくなってるんです。でなんだけども、この時点でも東電はまだ認めない。海に出てると言わない。ガンとして言わない。でそしてついに、7月23日になって、やっと東電は汚染水、海に流出ということを認めます。認めたんですね。7月23日の記事。つまり、7月22日に認めたんですね。7月22日の月曜日に、東電は認めたんです。なんで1ヶ月以上頑張っていた東電が7月22日にやっと海への流出を認めたんでしょうか。これ分かる。7月21日が参議院選挙の投票日だから。自民党が圧勝して、したことを、ね、まあ、投票が締め切られたことを見届けて、どうでは発表した。もう誰が見てもそうですからね。本当に分かりやすいです。ということなんですね。今回の問題で海の流出を東電が認めたのは初めて。東電は原発の港湾外の海水に放射性物質の濃度の変化がないことから、汚染は港湾内に、港の中に留まっているという見方を示している。何の根拠か。この時点では、しぶしぶ港の中には出ちゃったけど、その外にはまだ出てないんだというふうにこの時点で見られた。東電の社長は報道の遅れを謝罪して、自ら言及 10%、こういう、まあ、茶番ですね、と言われました。1ヶ月で言ったけど、1ヶ月だけ。まあ、1ヶ月だけ。でも、この時点では、まだ我々のイメージでは、漏れてるって言っても、まあ、その、ちょろちょろっていうか、じわじわっていうか、そういうふうに出てるのかなっていうイメージを持ったんですね。私もそう思ってました。そんなドバッと漏れてるなんていうふうには思ってませんでした。7月末の時点です。で、ところが、8月に入って、なんと、汚染水が1日300トン海に漏れる、海に出てるということを政府が試算したんです。それは、国の、原子力災害対策本部、まあ、実質 NHO が計算されているんですけれども、そこが発表したということなんですね。
この300トンというのはどういうことかというと、ですね、なんとですね、福井地というのは毎日毎日ですよ、こっちが山でこっちが海ですね、この建屋が建築が並んでるわけです。1、2、3、4と並んでるんですね。この海側から地下水が1000トン原発に毎日毎日押し寄せてる。でそのうちの400トンは建屋の中に流れ込んでる。もう建屋は完全に密閉性を失っていて、原発建屋は密閉性を失っていて、ひびだらけというかあちこち壊れてますから、400トン原発建屋の中に流入しています。そして1000から400人と残り600ですね。600トンのうち300トンがこの地下の汚染された土や何かと混じり合って、汚染地と混じり合って汚染された地下水となって海に流れ込んでいる。じゃあ後の1000トンのうち400トンと食べるのがあと300トンですね。これは一応そのままきれいな地下水で流れてるじゃないかという、そういう感じです、ということが国が発表したんです。東電任せ破綻という見出しなんです。この時点でも、この後もずっとそうなんだけども、9月の政策の目的は、これは東電がやると、東電の責任です。国は指導や指摘はするけれども、やるのは東電という指摘を崩さずに、政権が来ている。そのことの破綻が、もういよいよ9年で、明らかに何かあって、マスコミも指摘せざるを得ないということになってきたわけです。で、東電は、汚染水の組合をやると、移動と、いうことを対策として、打ち出しました。今言ったように、1000トンの地下水流れてきて、400トンが建屋に入って、これはもろ、汚染水になって、建屋に溜まっています。でこれもちろん、一生懸命、ここから組み上げて、あ、分かりました。組み上げて、タンクに溜めてるわけなんだけど、ある物を通してね、タンクに溜めてるわけなんですけども、残り600トンのうち、300トンが、この辺で汚染されて海に出てると。で、当時の対策は、ここにですね、遮水壁を作るんだということで、土の中に薬剤を注入して、水ガラスみたいなものらしいんですけども、ここに、塀を作って海に流れないようにするというわけなんですけども、これ素人は私が考えても対策として基本的に間違っているんです。だって毎日毎日銭湯を押し寄せるんだから、どんなに塀作っても溢れるに決まってますよね。なんでわかるんだろう。溢れるに決まってると思うんですけども、実際溢れてる。こう上から横から溢れてる。ということで、これはほとんど意味がないと思うんだけども、大変な被曝労働をして作ったと思うんですけども、そういうことをやります。あとは、ここにもっと色をいっぱい塗って、地下水を組み上げる。これはタンクに溜めるしかないと思うんですけども、タンクに溜めるという対策を打ったわけです。そうか、組み上げた汚染水はタービン建屋と岸壁の間の構造に移す。構造は建屋とつながっており、建屋にも溜まっている汚染水とともに放射性物質を除去する。ちょっと今の説明が違いました。組み上げた、井戸から組み上げた汚染水は構造に入れるんだそうです、もう一回。で、まずちょっと混ぜ混ぜにして、後でタンクに移す。ということにしたようですね。そろそろ福島県沖で試験操業しようかなと思っていた状況はもう中断。しっかり浸透ですというのは。なんでね、こんなに福井地って地下水がいっぱい、こんなに地下水で悩ませるのっていう話ですよね。ここに来て本当に地下水対策っていうのは毎日毎日1000トン原発建屋に押し寄せる、燃焼建屋に押し寄せる地下水対策っていうのが最大の問題だよっていうことになってきました。なぜなんだっていうふうに思いますよね。で、私もちょっと調べてみたんですけども、そしたら朝日新聞に、こういう記事があって、私もってなっちゃったんですけど、ちょっと読みます
朝日新聞のこれは9月18日 の、 あの記事なんですが、地下水との汚染水問題は地下水との戦いだ。1日800から1000トンの地下水が原発の建屋に押し寄せる。全国の中でも大量の地下水が流れる場所に立つ福井市はね。で、水が通りやすい砂礫層、まあ、砂の層の上にあって4号機のあたりには川が流れています。川が流れています、もともと。で、標高30メートル以上の岩壁を20メートル掘り下げて作った。そのため地下水位が、地表から数メートルのところにある。このこと知ってましたか、皆さん。私もこれ調べて本当にびっくりしたんですけども、あの辺の福井地があるあたりっていうのはなんか浜辺か 砂浜かなんかだったのかなと思ったんですよ。まっすぐな海岸線ですからね、女川とかと違ってああいうリアス式じゃなくてまっすぐな海岸線、海岸線だからなだらかなとこだったのかなと思っていたんですが、実はなんと断崖30メートルの断崖だったんです。聞いたことない。こんな大事なこともっと早く報道しろよって話なんですけども、汚染水地下水問題が顕在化してきて初めて報道になってきたことなんですけども、そういうことだった。でそれを原発建てる時に20メートル掘ったんです。20メートル掘り下げて作った。だから、まあ、この図が、まあ、デフォルメされてますけど分かりやすいですけど、地下水が直撃しているこういうことなんです。ほんの掘ったらすぐ数メートルでもうどん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 水が湧き出る。でしかもですよ、事故前は建屋の周りの深さ10メートルから15メートルの井戸、サブドレーンというんですけど、サブドレーンから地下水を汲み上げて海に流していた。毎日汲み上げないと建屋が浮いてしまうから。汲み上げる量は1日580トンから1200トン、25メートルプールで3杯から4杯分を毎日毎日組み上げていた。だそうです。事故の前の話ですよ。そんなこと聞いてないですよ。知らなかった。つまり福井市っていうのは毎日毎日地下水を1000トンぐらい周りに組み上げないと建屋が浮いてしまうような原発だった。でそもそも立地間違ってたんじゃないのかもしれない。今さら遅いんですよ。本当に今さら遅いんです。まあ、日本全国原発を建てていいとかどこでもありませんけれども、でも、まずかったじゃんよって話ですよね。ということで、今、この地下水問題が本当に難題になっている、最大のネックになってきているということだったわけなんです。さて、3つ目の漏れです。3つ目の漏れ、第3の漏れ。これは、さっき、地下貯水プールがブルーシートじゃないな、ポリエチレンシートかなんか破れて漏れちゃったっていうんで、一生懸命地上タンクに移送したんだ。移送作業を突貫工事で当時始めたという話をしましたよね。1個目の漏れ。で、ところが、その一生懸命移送していた地上のタンクから汚染水が漏れてるということが分かったんです。この報道はちょっとこの記事、日付が切れちゃってますけど、これは8月21日の記事です。タンクから300トン漏れてるということを東電が発表しました。これはなんか見回りを1日2回してるそうで、その中で分かったっていう。あ、違うや。違うんです。この皆さん、まあちょっと1ヶ月ぐらい前の話なんで覚えてるとは思うんだけど、この300トンっていう発表する前、前の日までは120リットルだって言ってたんです。120リットルだって言ってたんですね。東電説明一遍、120リットルが300トン、300トンっていうのは3万リットルですから、一夜にして2500倍になっちゃったんですよ。どういう見回りをしてるんだ、どういうことをやってるんだ、どんなずさな管理なんだって誰しも思いますよね。いうことなんですが、東電はこれ8月の初め頃からタンクからちょろちょろ漏れてるということはニュースになっていて問題だなということになっていたんだけど、
その時点ではまだ何リットルとかっていう話だから、なんかちゃくっと思ったぐらいだなっていうふうに思っていて、あんまりみんな大問題だと思ってなかったんだけども、ここに来てもう一気に調べてみたら300リットル漏れてるという話になっていて、もうこれは大問題だということになったわけです。この300トンですね、ごめんなさい、300トン漏れてるということで、この300トンこのタンクの中に入っている汚染水の濃度は1リットルあたり約8000万ベクレルです。したがって300トン分で約24兆ベクレルです。24兆ベクレルの放射能が漏れたんです。大事故です、大事故。でしかもこれは、まあ、後で説明するかな、しないかもしれないけど、中に入っているのは一応セシウムを一生懸命除去したやつだから、ストロンチウムが多いんです。ストロンチウムがこの24兆ベクレルっていうのは半分ぐらい、これ後で大問題になりますけども、いうことが明るく出たんですね。でタンクの突き目に結果があるじゃないかという話なんですけども、このタンクっていうのはどういうものかっていうと、まあ要は組み立て式のタンクでネジで締めたやつなんです。ネジっていうと悪いか、ボルトですね。ボルトで締めたやつです。鋼鉄製 そのタンクをボルトでつなぎ合わせて作るフランジ式という、タンクを東電は、まあ、とにかくもう貯水プールも使えないわけだから、もうじゃん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 作んなきゃダメだっていうんで、こういうふうにタンクの森を作ってですね、どん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 移送するしかなかったんです。毎日毎日400トンの新たな汚染水が出てきますから、さっきも言ったように、海から400トン毎日毎日流れ込んでるんですね、原発に。で一応循環冷却系っていうのを 作りましたよね、うん、それでじゃあじゃあ水をかけて、ここにこう4キロにわたってぐる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 、パイプというかあれが這い回ってですね、循環して原発水を上からかけてるわけなんですけども、それ1日400トンかけてます。でプラス山から400トン来ますから、1日400トンかけたら800トン戻ってくるっていう、そういうことになります。毎日毎日400トンかけ続けて、毎日毎日800トン戻ってくる、400トンは毎日マスカルどん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 タンクを作る、そういう話です。そういうことになっていて、とりあえずタンクをじゃんじゃん作んなきゃダメだと、いうことなわけです。でここでちょうど、今まで私が喋ってきたのも少しまとめがありますけども、相次ぐ汚染水漏れ1、地下貯水槽からの漏れ、これ4月ここに貯水槽がありました、これダメだってことが分かったんで一生懸命タンクに汚染水を移しました。2、海洋への流出、タービン建屋東側の途中からに放射性物質が拡散、政府は1日300トンの汚染水が海に流れていると試算しています。で3、地上タンクからの漏れ、これは8月に発覚しました。推計300トン、24兆ベクレルの高濃度の汚染水が流れたということなわけです。でこの汚染水24兆ベクレルどこ行っちゃったのということですけども、8月の22日この高濃度の汚染水も、まあ当然といえば当然ですけども、行き着く先は海しかないんですよ。当然ですよね。当然なんです。当然なんだけども、発表しました。当然のこと、その汚染水は、この辺のタンクから漏れて、ぐっと行って海に直接流出したと。しかもこれは港湾の外です。直接海にどん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 流れていたということも発表せざるを得なくなりました。でここに来て、この汚染水、地上タンクからの汚染水漏れっていうのは言ってみれば新たな事故だということで、レベル3だというふうに、規制委員会も規定せざるを得ないということになりました。レベル3っていうのはどういうことかっていうと、レベル7がチェルノブイリと福市ですの事故です。からレベル5が3マイルです。
レベル4が JCO の臨界事故です。その次です。重大な異常事象、いうことに、この汚染水漏れ問題が、どんどん深刻に拡大したわけです。ここに来ても、自民党安倍政権はこの汚染水漏れ対策、汚染水対策ということについては後手後手だったんですね。一時的にはどうでもよいという基本的な姿勢で、それを指導はするんだけどもどうでもやらないということだったんです。もういよいよあまりにも危機が足りないということで、与党自民党の中からさえ批判が出てきたということになりました。8月の末の話です。で、安倍さんがやっとこれはちょっとまずいな、これやばいというふうに思い出したのは何がきっかけかというと、海外の報道です。海外のメディアがこの汚染水問題を一面トップで扱い始めたんですよね。欧米のメディアが一面トップで大々的に扱い始めたんです。もう太平洋終わった、そういう論調で海外では報道された。このことについて一番楽観的だったのは日本の国民ですいうことだったんですね。で、ここで安倍さんはさすがに慌てました。焦った。なんで8月の末になって焦ったか分かりますよね。もうちょっと、安倍さんもここに来てようやくこれはちょっとやばいよということで、政権ようやく危機感、ここに来て世界中が注視している、歯の食うようなことを言い始めたわけです。突然安倍総理はで、打ち出したのがどういう対策かというと、いよいよここでね、東電任せじゃなくてちゃんと一応予算をつけて国費を投じるよということを打ち出したんですね。それは470億円です。で、そのうち、320億円でもって、この遮水水を遮る壁を作るよと。で、それを東電壁っていうですね、そういう技術を持って作るよっていうことを発表したんです。残り150億円はアルプスというのは放射能除去装置ですよね、を上回る性能のもっといいやつを作るんだと、開発するんだと、そっちに数十億円だということでした。で、この凍土壁の方ですけども、これはどういうことかっていうと、この、原発が1号、福井市が1号から4号まで並んでるんですが、どこかの調整が分かりやすいとか出てくると思うんですが、簡単に言うとですね、これをぐるりと取り囲むように、特に山側の方ですけども、すごい凍結管っていうパイプを縦に打ち込むんですね。1メートル、数メートルの間隔で打ち込んで、でそこをめちゃめちゃ冷やすんです。ね、冷たい冷却材をこう回すんですね。で、そのことによって、土を凍らせる、正確に言うと土の中にある水を凍らせる、そのことによって凍土の凍った土の壁を作る、こういう技術です。で、これを、政府に提案して採用されたのは鹿島です。もう釈然としませんが、鹿島の技術、世界、鹿島が世界一の技術を持っていたのです。鹿島といえば原発を作ったゼネコンです。またこうやってここでも商売してるという話ですけども、それを作るということです。ですが、この技術は非常にまだ不確かなので、こんなに大規模にかつ長期間、これ一回作ったらっていうか、ずっとやんなきゃダメですよねずっと凍らせ続けなきゃダメですよね。そういうことをやった試みようとしたのをするのはこれが初めてです。本当に成功するかどうかわからない。しかもこれ皆さん想像つくと思いますけども、とんでもないコストがかかります。作るのに何百億ってかかるだけじゃなくて、その後の維持にとんでもない電気を使います。
ずっと凍らせ続けるともう電気ですから、お金もかかるけども電気もかかるという技術なんですね。これはそういうことが発表されたときに9月4日の記事ですね。量子久慈港潜水、福島沖の試験操業またまた延期。これは、相馬のですね、ちょっと見えづらいと思いますが松川浦っていう漁港なんです。実は愛工部も取引がありまして、私もこの漁港に行って、漁民の人たちと交流したり見学したことがあるんですけども、ものすごい活気がある漁港で素晴らしく美味しいカレーとかいろんな魚が取れて本当にいいと思います。でもこの浜は終わりだと、もう本当に漁民の人たちが悔しいでしょうね。どんな思いでしょうか。本当に許せないと思います。で、なんで安倍さんが世界のマスコミが汚染水のことをトップと報じ始めて焦ったか、それは他ならぬ、オリンピック委員会、IOC の総会が目前に控えていたからですね。で、ついに安倍さんはこの IOC の総会でハレンチな発言をしてしまうんです。許せない、本当にもう恥ずかしい、やめてくれって言うんですよね。状況はコントロールされており、東京にダメージは与えない。で、福島はどうなるのって話ですね。汚染水の影響は港湾内にとどまっていて、完全にブロックされている、こう言ったんです。だけどすぐその対応の記事でオストロンチームが3200ベクレルまた検出されたよという記事が並んで載っています。憤る福島の漁師、こういうことですね。で、首相が世界に向けて、こういうハレンチな嘘をついた、その隙から東電は、いや、遮断は完全でないですと、ちゃんとなぜか正直に言っています。9月の20日に安倍首相は福知の現地を視察しましたよね。視察しました。この時もまた完全に抑止されてるって言ったんです。現地でこれ港湾です、福知の港です、ここから外を見てあの辺で抑止されてるんだって言ったんです。だけども専門家は誰もそんなこと信じてませんし、我々も信じられない。当たり前です。なぜならば安倍さんの話の一つの根拠になっているのは、ここに、フェンスがあるんだっていう、いうふうに言うんですよね。シルトフェンスって言うんですけども、ですね、見えづらいか。これも見えないですかね。ここにあるんです。ここが建屋が 1,2,3,4 とこう並んでいて、こっちが海ですけど、ここにシルトフェンスっていうのが貼ってあるんです。で、そのシルトフェンスっていうのは、これが、海の断面図みたいなイメージの概念図ですけども、この港湾と外海の出入りするところにこういうふうに貼ってあるんです。で、これにはただこれは全然遮蔽しているわけではなくて、0.2 ミリか 0.3 ミリの穴がこう開いてて、水は自由に行き来できるんです。で、そうじゃないと困っちゃいますよね。水は自由に行き来できるんです。一応魚の出入りはできないかもしれない、わかんないけど、破れてる可能性も多いにあるから、ね、まあイメージ的にはレースのカーテンですよ。レースのカーテンみたいなもんです。それがあるから大丈夫だって言ってるんだけども、フェンスがあっても水は自由に行き来できます。これが実態なんです。じゃあなんで外の海でものすごい高濃度の汚染が観測されないか、検出されないか、それは薄まるからです。本当に太平洋は広いんです。本当に広いんです。で、実際どれぐらい
あの汚染水が出たの、汚染水というかね、放射能が出たのということなんですけども、でそれも東電が試算しています。この最後のところですけども、事故直後の2011年5月から汚染水が地下水に漏れ出し続けているという想定で、総放出量はストロンチウムで7000億から10兆ベクレル、セシウム137は20兆ベクレル、合計30兆ベクレルというとんでもない放射能が海に出ています。なんだけど、じゃあここのところ、このことが問題になったこの今年に入ってですね、6月、7月、8月ぐらいから魚がものすごい魚の数値が上がってますかと言われれば、そんなことはないんです。それはやっぱり変わりないに来たんだね。まあもちろん後で紹介しますけど、時々は、国の基準超えの魚が見つかるんですけども、でもここに来て、汚染水問題が問題になって魚の数値が上昇しているかって、そのことはないんです。なぜだか分かりますか？分かる。いや、もっとね、もっと単純な理由なんです。汚染水漏れはこの2年半ずっと続いてきたからです。別に今に始まったことじゃないんです。昨日今日始まったことじゃなくて、ずっと漏れてたんです。だから魚の数値は別に変わらない。皆さん安心してください。別に魚は急に危険になってません。大丈夫です。これはちょっと、いただけないブラック状況でしたけど、ね、ということなんですね。まあ、ここに来てバレちゃったというか、もう隠せないところまで来たということであって、ここに来て漏れ始まったわけではないんです。実際問題、どのぐらいの魚の汚染が観測されているかということですけども、これがちょっと見えづらいですね、見えづらいですけども、水産庁のホームページから、これは直接はアイラという雑誌のページをコピーしてきたんですけども、そこに載っていた魚の数値です。今言ったように、だから安全だとはもちろん全く言えませんけども、ここに来てじゃんじゃん数値が上がっているということではありません。皆さんご存知のように、淡水魚がいっぱい出てきますよね。これは国の基準100ベクレル超えの魚です、ね、100ベクレル超えの魚がこの今年の7月から9月にかけてこれぐらい見つかってます。これは9月直近のところです。もう一つは、淡水魚は何で危ないかっていうのは、まあ、結構皆さん勉強されてる方も多いかもしれないけども、淡水魚っていうのは体の中にその塩分とかミネラル分を溜め込む、そういう微量成分は貴重品ですから、淡水魚にとってはミネラル分は一生懸命溜め込む性質を持ってるんですよね。だからどん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 濃縮が起こるわけです。それ外に出さないと楽しいですから上がります。でもう一つは海の魚ですけども、海の魚はこれ基本的に、長い目で見るかというか、ある程度時間が経てば海の水の汚染とだん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 同期してきます。海の水が汚れていれば、魚の体も汚れているというのがあってきます。もちろんある程度生態濃縮、食物連鎖の生態濃縮が起こるんだけども、これですね、生態濃縮が起こって、まあ、ちっちゃい植物性プランクトンが食べて、動物性が食べて、小魚が食べて、大きな魚が食べるっていうふうになるわけですけども、でも例えばこの魚が福島沖にいて一回汚染されても、またこう回遊してどっかきれいな海に行って、そこでずっと暮らせるとだんだんきれいになるんですよね。まあもちろん何十日しか時間がかかりますけども。人間も、まあ、人間の子供たちも保養が大事ですよね。魚も一緒です。保養すればきれいなんですということなわけです。ですが必ずしもさっきの数値を見ると、まあ、そういうことだけで説明できない現象も起きているんです。まだまだ海の魚はわからない。福井市は海で起こった初めてのレベル7、海のチェルノブイリというふうに言われているわけですけども、一体海の生態系の中でどういうことが起こるのかということを世界が注視しています。
ということですね。でそれはどういうことかというと、この例えば時々とんでもない数値の差からポコッと出ることがあるんです。さっきも、ここでですね、なんだ、鈴木、これニュースになりましたよね、下町の鈴木で1000とかいきなり出るんですよ。何なんだって話ですよね。でこれがよく分かっていません。ですね、例えばその食物連鎖、さっきの、話で、説明、できることもいっぱいあるんですけども、例えばですね、そのタラですね、タラっていうのはこの食物連鎖の上位にいる魚ですよね、大きい魚ですよね。でなんですが、マダラについてはこれ仙台沖なんかでも結構出て近所になりましたよね、ということで出るんですよ。なんだけどもなぜかスケソウダラには出ないとかね、なぜなんかよく分かってません。であるいはそういう食物連鎖の上位にいるマダラとかスズキとかっていうのから出るのはある程度よく分かるんだけども、説明はつくけども、そうでもないメバルとかアイナメとかそんな大きくないですよね。そういう魚からものすごい高濃度が時々出るんですよ。それもよくわからないですよ。ですから必ずしもこういう概念図で説明しきれない面もある。多分海にホットスポットがあるんじゃないか、海にもね、陸地にもあります。で陸地は空気の流れと雨ですよね。ホットスポットができるのは風と雨。で海にも潮の流れ、潮の海底の吹き溜まりみたいなところがあって、非常に高濃度のところがあるんじゃないか。でたまたまそこで生まれた魚、魚っていうのはちっちゃいうちはそういう、まあ、全部底魚なんですね。底魚なんです。底魚、うん、そこにいる魚はそういうふうにちっちゃいうちはいて、その汚染された土とか、プランクトンとかプランクトンの死骸とかそういうものから汚染されるんじゃないか。ある程度大きくなると魚群を作って群れを作って移動します。で太平洋沖の沿岸流、太平洋沖の三陸沖、福島沖、銚子沖から三陸沖に複雑な流れがあるんですけども、そこを、まあ、行ったり来たりするんですということですから、まあ、結論から言うと海のことはよく分かりません。愛国府の組合さんからもこの汚染水問題がどんどん報道されるようになって、本当に魚食べて大丈夫なんですかって問い合わせいただきます。もちろん大丈夫だとは言えません。言えないんですけども、まあ、さっきも言ったように、いや昨日今日に始まったことじゃありませんということはですね、言えるんだけども、大丈夫だとはちょっと言えない、ですから具体的なアドバイスでは本当にできないんですけども、その人の基準ですよね、まあ、一人一人基準があると思います、まあ、国の基準でいいや、もう一人はたまに食べても大丈夫、一べくれるタイプも嫌だという人は食べない方がいいかもしれないですね。太平洋から、こういうふうにですね、福島原発の事故っていうのはとんでもない、大きな惨禍でした。私の、今日 の、 話の演題ですけども、タイトルですけども、原発事故終わらない、必ず福島原発事故は、このまま長期化し深刻化していきます。何よりも一番本当にもう悔やんでも悔やみきれないのは、これから何世代にもわたってこの被爆が続くということなんですね。私たちはもちろん今日はもちろん女性ネットですから女性の方が多いけども、まず自分の子供を守ろうとします。これは当たり前です。当たり前だけども、実は子供だけじゃない、その子供のまた子孫、子供の子供の子供の子供、ずっと福島原発事故によって被爆が続くんですね。そのことは確実なんです。このことがですね、この事故においてもう本当に一番大変なことだと、悔やまれてならないことだというふうに私は思います。これの写真分かりやすいですね。
これは、これが1号機、まだ建屋の形だけはあるけど、一番放射能が出た2号機、3号機、4号機、4号機か、3号機、4号機。これが、さっき言った港湾というやつですね。ここにフェンスを作ったんだと思います。中東です。これは、つまり南から北に向けて見てるわけですね。で、これはまあ結構事故直後の映像、画像だと思いますけれども、この事故の収束というかね、とにかくもうこれ以上放射能を大量に放出するということは絶対何があっても防がなきゃダメなんですよ。もし、地震とか台風が来てますけども、本当に地震や台風のためにみんなヒヤヒヤしてると思いますけども、この4号機がですね、ヒーパターンとなったら、もうその瞬間日本は終わりどころか北半球終わりですよ。そういう中で実は日々私たちはいるんですということなんです。だから何としてもこの事故は収束させなきゃいけない。でそのためには絶対誰かがやらなきゃならないことは被爆道路です。これから私たちの子供も孫もその子供も孫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 もずっと被爆道路が続くんです。もうこのことが一番罪深い原発労働者です。これは今の若い人ですよね。まあ、若いかな、ちょっとわかんない。これはある写真から見つけてきたんですけども、こういう子たちが現場で作業してるわけです。で、この子たちだけじゃなくて、もうずっとこれは何世代も先に続くということです。私はちょっとそのレジュメに書きましたけども、私たちはおそらく人類史上未来の子供たち、未来の人間にとって私たちは間違いなく史上最悪の先祖ですというふうに私は思います。でなんですが、あまり暗い話ばかりしててもあれなので、私の今日 その福島原発事故終わらないという話のタイトルですけども、実はもう一つの意味を込めています。確かに福島は事故としては終わらない、何世代にわたって過酷な被爆労働が続きます。ですが逆に言えば福島は一つの社会問題としても、社会運動の震源地としても絶対終わらないというふうに私は思います。福島原発はこれから何世代にもわたって繰り返し社会問題の震源となります。必要に社会運動の根拠地になるというふうに私は思います。これはどこだか分かりますか？分かる人？はい、そうです、官邸前です。この手前が首相官邸です。去年の6月29日です。6.29。私この辺にいました。こうです。ここは今の見えてるのはこの辺です。ここが官邸です。こっちが国会議事堂。これ片道3車線、6車線、計6車線 の道路です。その6車線プラス歩道、ね、それが何百メートルにわたって人で埋まりました。こうですね。ここが官邸前です。止まりました。こっちが国会議事堂で、この辺が外務省で、こっち行くと経産省です。こういう運動があって、これは官邸ですね。警察の
車両がここでバリケードを作って専守防衛で、こっちは、ね、放棄してもう市民が溢れて、この 6.29 が、半原連が、もうこれ大井原発、皆さん覚えてると思うけど、去年の5月に1回原発ゼロになったんですよね。原発稼働ゼロになって、だけど野田首相がなんかよくわかんない手続きで、大井原発を動かすんだという話になって、その直前、もう本当に野田が発表しちゃうかもっていう直前、10万人、行動だというふうに呼びかけて20万人が集まっちゃったんですね、いう時でした。私、まあちょっと余談ですけど、余談やっと暇あるかなと思います。まあ、この辺にいて、とにかく、官邸前のこの広い道に、もう地下鉄からあちこちから人がどん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 溢れ返ってきて、もう本当に押すな押すなぐらいの人になってきて、それが何百メートルにもわたって続いて、そのうちに当然警察がコーンを立てて、都市線を警察が並んで張ってたんだけども、その警察がある時、その隊長の号令でパーッと引き上げて、バーッと官邸の方に、この辺ずつ警察が、ずっと警察が都市線を張って車道に出ないようにしてたんだけども、歩道に閉じ込めていたんですけども、もうある臨界点に達した時に警察が全部引き上げて官邸の前の方にわーっと移動したんです。要するにどういうことかというと、もう市民の人並みが溢れて、これはダメだと、もう官邸専守防衛だと、とにかく官邸をここにバリケード張って守るしかないということで、ここが開放区になっちゃった。警察が誰もいないということになって、市民が車道に溢れ出した。で、車道まで人並みで全部埋まりました。何百メートルにわたってっていう、まあ、ことが私目の前にして、まあ、私も30年ぐらい、まあ、いろんなあのデモや集会出たりしてるんですけども、やったと、勝ったというふうに思ったのは生涯のこれが2度目です本当にそれぐらいの解放感とか勝利感だったんです。私はてっきり警官が引いてここが開放区になった時に、みんなが首相官邸に前に向かって行進を始めたんですね。わーっと行進を始めたんです。市民の大勢がもう官邸突入だと私は思いましたちょっと一瞬自分の肩書きが頭をかきましたが、行くしかないと思いましたもう官邸突入だと思ったんですよ。で、なんですが、この官邸のバリケードのところまで来てみると、なんとミサオ・レッドブルさんが警察の車両の上に立って演説をして、皆さん落ち着いてください、8時になったら解散ですって言ったんです私はびっくりしましたもうてっきりこのまま官邸に突入して、野田の首根っこを捕まえて原発やめろほらってやるんだと思ったんです、まあ、それは古い人間の考えで、今の時の人たちはそうはしない、まあ、それは正解だったというのは私は思いますけども正解だったというのは思うけども、そうはならずに8時過ぎになったらみんな地下鉄で帰っていると。本当にびっくりしました。集まったのにびっくりしたけど、みんな帰ってくるのにびっくりしたまあ、それは余談なんですが、まあ、こういう運動がですね、必ず繰り返し起こるんです。これから福島が震源になって、まあ、そのことについて唐谷公人という人が、皆さん唐谷公人って知ってますか、まあ、知らないかな。まあ多分中華、今日本でただ一人唯一世界で生まれている哲学者、世界で通用する、世界で著作ができてたら翻訳されている思想家です。今日の皆さんに配った資料の中に、唐谷公人の、有名な、あんまり有名じゃないかもしれないけども、9.11 原発やめろデモスピーチというのがありますから、これぜひ読んでください。今日の一番のおすすめです。ここで唐谷公人もそういうふうに言っていて、我々は最後の方ですけれども、我々が忘れようとしても、また実際に忘れても原発の方が必要のと、反原発運動は長く続き日本の社会を根本的に変える力となるだろうというふうに言っているわけですが、私も本当にそうだと思います。そうじゃなくてそうです。
これも関係ないですね。見えませんけど、私この辺にいたなと思うんですけど。さて、もう時間がないんですけども、最後にですね、じゃあ我々宮城県民の課題は何だという話をしておきたいと思います。官邸間に行くことなんです。私はそう、まあ、行ってもいいですよ、まあ、一回行ってもいいです、ね、本当に、すごく楽しいところですから、経産省前県とか激励に、行ってください。行った方がいいと思うけども、でもそこに行くことが今僕は我々の課題だというわけではないと思います。じゃあ宮城県民の課題は何か。小田原発を絶対止めることです。これは宮城県の責任だと言ったと思います。それはもちろん宮城の、ね、宮城を汚染してしまった私たちの世代、もう皆さん一家一家だけに同じ世代にしてしまいますけれども、私たちの世代の、ね、私たちの子孫に対する責任であるというと同時に、もう一つ私が指摘したいのは、これは福島の人々に対する責任です。宮城のだってもう福島の人たちを二度と被爆させるわけにいかないでしょ。あんな被爆で苦しいようなことしてる。もう福島は完全にもう脱原発ですよね、この間安倍総理が、そのさっきも出てきたけども、福井市を視察したときに、合意の動きを止めなさいと東電に言って、さもそれは自分の手柄であるかのように、自分が判断した、自分の枝であるかのように演出した。私は本当に許せない。福井市の動きを廃炉にしたのは福島県民です、ね。福島県はもう、まあ、共産党、社民党はもちろん、もう共産党から自民党まで、あの県知事まで全員が脱原発です。農協、漁協、商工会、PTA まで全部が脱原発。ということですから、その隣の県である宮城県が原発なんて稼働していいわけないでしょう。と思います。で、その時にですね、一つ大きなキーポイントになるのが、原発のね、30キロ圏 UPZ というふうに言いますけども、その問題だというふうには私は思っています。そのことを最後に言っておきたいんですけども、これが小名原発で、ちっちゃい丸が20キロで、大きい方が30キロです。30キロ圏。で、福島原発事故を起こる前は、原発の原子力防災、重点地域っていうのは、たかだか8キロから10キロ圏でした。で、したがって、女川で言えば、女川町と石巻市だけでした。女川町の人たちはちゃんと原子力防災計画を持って訓練をしてたんですよね。だけども、その周りの町は関係なかったんです。全く関係なかった。だけども、福島原発事故が起こって、誰がどう見ても10キロで、放射能がとどまるはずがないということは明明白白になったから、規制庁は今年の初めに原子力防災指針を改定して30キロようにしたんです。原発の地元はこの範囲ではちゃんと防災計画を作って防災訓練をしなさいということになったんです。で、そうすると、宮城県ではそのことは今日さっき皆さんに配ってもらったと思うんですけど、この成砂というこれに私がちょっと文章を書かせてもらったんで、これにも書いてあるので後で読んで詳しく読んでください。宮城県では30キロ圏に、その原子力重点防災地域が、拡大されて、女川と石巻に加えて、東松島市、登米市、南三陸町、美郷町、涌谷町が新たに原発の地元だよ、防災計画を作って訓練しなさいよということになりました。ね、でその中で、注目すべき町が一つあります。これはですね、ある建物に、横断幕が掲げてあって、なんて書いてあるかというと、原子力に依存しない社会は、人間と核は共存できない、核廃絶と脱原発へ。素晴らしいスローガンですよ。もろ手を挙げて賛成しております。さて皆さん、これはどこの建物でしょうか。知ってる人、はい、そうです、三郷町の町役場の庁舎なんです。素晴らしいと思いませんか。
美郷町っていうのは、もともと久保田町だったんですけど、久保田町となんかどっかが合併したんですね、なんですが、もともとそういう土地柄というかね、なんですけども、前々から反核宣言をしていたりしたんですけども、3.11 年と2011年の9月、美郷町は町都議会の共催で平和を考える集いという町民集会を開催して、そこで大勢の町民や町議の参加で脱原発宣言を出したんです。脱原発宣言、その宣言のスローガンが町の勝者に堂々と掲げた。感動しませんか。で、この美郷町の町長は佐々木光悦さんという方なんですけども、別に普通の、そのって言ったら普通の人じゃない、ものすごい一般人なんだけども、もともと革新系とかそういう人じゃなくて保守系の政治家です。なんだけど本当に素晴らしい人です。でこの人がイニシアチブを取って、この30キロ UBZ 関係自治体の首長会議、首長会議というのをやって、東電に対して、安全協定をすべという要求をしていこうとしています。しかも地元立地自治体、立地自治体である女川町や、石巻市と同じ、権限、を持った、そういう安全協定をすべという要求を東電、東北電力に突きつけようとしています。東北電力、それはどういうことかというと、原発の再稼働に対して同意見があるということです。もしこれが本当になれば、美郷町の町長が脱原発宣言をした美郷町がうんと言わない限り再稼働できません。私たち宮城県民が具体的に女川原発をどうやって止めるかという道筋、戦略を考えたときに、この30キロ圏の女川の地元の人たちと連帯している、この私たちの小田原発再稼働を阻止しようという拠点を守るということがすごく重要になるというのが私は思います。大気圏の小田原発を止めていこうという考えた時の一つの戦略拠点になるんですね、宮城県にとって、というふうに思っています。で、今日配ってもらったチラシでの中に、こういうチラシがあります。今度11月9日にこのほかならぬ宮城県美郷町長の佐々木光悦町長の講演をメインにした、原子力に依存しない社会を目指すというタイトルの講演会というか、宮城アクションの秋のつなぎが集いが、これは同じ会場ですね、この弁護士会館で開催されますから、ぜひ皆さん参加してください。この講演集会のタイトルも、この美郷町の庁舎のスローガンをお借りしました。原子力に依存しない社会ということをお借りして、こういう公約があります。で、この UPZ 原発の地元、向こうが地元だというのを否定してきたんですが、そのことを逆手にとって、この30キロ圏の人たちが団結して、小川原発再稼働に同意しないといえば、実際に止まるんですよ。ね、これを私たちが、ね、幅広い県民がこの UPZ を守り抜いていけば、小川原発は止められるというふうに私は思っていますので、これからも皆さんと一緒に頑張っていきたいなというふうに思います。ちょっと最後の方はまとまり前の話になりましたけれども、時間ですので私の話は以上にしたいと思います。